一日の終わりに七座禅。ご住職、今日はよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。入ってすぐ気になったんですけど、はい、象さんが境内に、そうですね、気になるところに置いてありますもんね。蓮蔵院のその像にかけているっていうのは、そういうことではないですけどね。ないんですね。もともとお釈迦様がね、生まれる由来になったようなあのエピソードがありますけれども、それよりもうちの先代の住職が好きだったということもあって、いろんな方からいただいたりとか、はい、そういったことで像が多いです。はい、こうやって可愛い像もいるということで、うん、はい、近所の子供とかいろんな人が親しみを持てるお寺のような気がしますね。そう思っていただけたら本当にありがたいですね。うん、はい、こちらの像は乗れる像ではないですよね。乗れる像ではないですけども、はい、近所の子たちは、ね、乗ってもらってます。ただ大人の、ね、いる前で乗ってということで限定はしてますけども、はい、あのもしよかったら、あ、いいんですか。崩れちゃったりしないですよね。大丈夫です。ご住職が常日頃大切にしている言葉はどんな言葉ですか？はい、禅の言葉の中で、八風吹けども動ぜずという言葉があるんですけれども、うん、八風というのは人の心が揺さぶられやすい事柄のことで、うん、悪口、陰口、苦痛だったりとか、うん、できることなら避けたいようなことまでを風に例えて表しているんですけれども、はい、決して岩のように固くということではなくて、言うなれば柳のように、しなやかに揺れて、心はちゃんと元の位置に戻るという。いろんな悩み事が増えて、それに惑わされてしまう自分がやっぱりどこかいるんですけど、うん、人生こんなこともあるよねって一つの風だったと思えたら、うん、どんどん違った人生に変えていけるような気がします。大事にしていきたい、心がけていきたいなと思います。ありがとうございます。はい。